今日はですね、青森県の青森市やってまいりました。えー、最近、えー、大変評判のですね、アルファネス2を発明されました。はい、えー。グロスウェーブ株式会社の代表取締役社長の堀内雅也さんを訪ねしました。こんにちは。こんにちは、堀内と申します。はい、よろしくお願いします。ます堀内さん、あの私、フェイスブックも数年来。 そうですね、10年近いですね、はい、10年近いあ「おはようございます」やっておりまして毎 <laughs>、えー、朝堀内さんと「おはようございます」というのがもう定例になっておりましてそうですねはい、えー、その中でその堀内さんの,その発明されたこのえー、アルファあ違うかアルファネスアルファネスアルファネスですもんねアルファネス2これ一度ですねぜひ、えー、お伺いして お話聞きたいと思って今日は青森までやってきましずあの堀内さんこのアルファネス2を作ろうと思ってた一番のそのきっかけはどの辺なんでしょうねおよそ30年前なんですけれども脳が脳の状態がリラックス状態アルファ波になるとホルモンが分泌されて。 細胞が活性化されていろいろ健康にもいいよとかそれから美容にもいいよとか、まあ、それから頭の回転が良くなるとかそういったことが言われ始めましてただその当時、まあ、今もなんですけれどもアルファ波になるためには笑うこととかおいしいものを食べることとかそんなふんわりした着地点解決方法しかなかったんですが。 その当時医療機器メーカーに僕勤めておりましたのでだったらアルファ波をもう直接伝達してしまえばいいんじゃないのかなっていうふうなことから始まりましたはあでも当時としたら画期的なことだったんでしょうねそうですね変わり者扱いされましたああ<ー> <laughs> はい。ああやっぱりじゃあなかなか理解が進まなかったですかそうですね僕にはあのその当時からありました あの頭蓋骨に穴を開けて人工的にパルスを発信する DBS 脳深部刺激療法っていう脳を共鳴させるっていう技術が先行にありましたんで自信はあったんですけどなかなかそれは皆さんには信用してもらえなかったっていうところがありましたあだんだんその世の中の動きが変わってきたのはいつものろからでしょうか評価が,評価があ あの上がってきたのはもうここ一二年あですあ,あそうですか、はい、しかも先ほどちょっとお話をしましたらその衝撃なそのなんていうんですか話題っていうかね、えー、まあ世間でのその評価が上がったというんですけどその辺のところ一番その辺で一番その最大のお理由はどれ辺でしょうえー、その伝達するっていうのは本当かよっていうところが皆さん 手品みたいなそんなオカルトみたいな話は本当なのかっていうところがあったと思うんですけれどもそれが最近話題になり始めたあの瞑想神経っていう人間の円髄が起点になってまして脳へも伝達するし細胞へも伝達するっていう人間の体中網の目に走ってる瞑想神経っていうのがあるんですけれども例えばそれは何なのかっていうと例えば腕に氷をつけると脳はストレスだ。 っていう,ふうにそれを受け取り今度は逆に細胞に鳥肌を立てて熱の放出を抑えなさいっていうふうな指令を立てて鳥肌を立てるっていうような双方向行ったり来たりしているでそれそこの根本の部分にここの電極からリラックスしてますよっていう二十歳一番それがホルモンが分泌されていて一番理想的な脳波 1 0 8ツをそこの瞑想神経の根元に伝えるっていうようなそういったロジカルになっております。